はい、皆さんこんにちは。中学歴史江戸時代丸にということで、江戸時代ってとてもね平和な時代になりますが、その平和な時代の人々の生活の方をね見ていきたいなと思います。はい、皆さんこの画面上に出てるこの人知ってますかね。犬抱えているなんか将軍みたいな人ですね。犬をとてもね大事にした将軍が出てきますよ今日。はい、では行きましょう。まず江戸時代、身分制度というものがありました。士、農、工、商というふうに4つの身分に分かれておりました。で、上から順に、左から順に偉いというふうになっております。なので一番偉いのは士ですね。これは武士のことになります。武士どれほど偉かったのかというと、特権を持っておりました。名字を持ってもいいよ、帯刀つって刀を持っていいよ、切り捨てごめんですね。人のことを刀で切って、まあ、実際殺してしまっても実は許されるっていう、そんな立場だったわけですね。次、2番目の人は農でした。農民が2番目に偉い。ちょっとこれは意外かもしれませんね。で、工商というのが、工が職人、商が商人というふうになって、2つまとめて町人というふうに言っております。だから町で働く人よりも、農業やってる人の方が偉かったっていうふうになるわけですね。そしたらここで疑問ですよ。どうして農民が2番目なのかっていうふうにね、それにね、一生懸命考えてみてくださいね。いろんな理由がきっとあったはずですよ。はい。はい。実際の農民の生活ですね。身分2番目に高かったとはいえ、実際の農民の生活は、慶安のお触れ書きというものが出されて、かなり厳重に管理されておりました。慶安のお触れ書き、こんなものになりますが、ちょっと原文ね、線引いてるところ、ちょっと読みづらいかもしれませんけれども、ご飯は麦、泡、冷え、もしくは大根、とかをね食べなきゃいけないよっていう風に、白米食べたらダメだよっていう風に言われていたっていう、それぐらい細かく決められていたっていうお話ですね。で、これをちゃんと守っているか監視する必要があるわけですね。そしたら、そう、農民が住んでる村で監視する人が必要で、その村の中にはドンと偉い人、村長さんみたいな人がいます。この人、名主とか組頭とか百姓代とかっていう風に呼ばれます。百姓のね代表者っていう意味ですね。で、さらに農村には土地を持っている百姓、本百姓という人もいたり、この名主や組頭百姓代に雇われて、自分の土地は持ってないけど他人の土地一生懸命耕してね農業しているよという雇われ農民、水飲み百姓というのが一緒に生活をしていました。で、ただこの本百姓も水飲み百姓もみんな年貢を払わないといけないので、五人組といってお互いに監視するシステムというのを作っていたわけですね。ドンと水飲み百姓を5人集めまして、それを組頭とか名主とか百姓代とかが監視していたわけですね。誰かが年貢払ってないとかっていう風になったら、そう、チクリが来るわけですよ。あいつ年貢払ってないぞみたいな、チクリが来たらちゃんと払えよみたいなね、そういう風に監視し合っていたという風になっております。はい。江戸時代、人口が増えていきました。人口が増えると問題、食料不足という問題が起きますね。で、食料不足が起きちゃうので、もっと食料をたくさん作んなきゃっていうことで、食料を増やすために工夫をしたわけですね。どんな工夫をしたかというと、例えば、新田開発といって、それまで沼だったところとかをね、埋め立てて、田んぼとして利用するっていう風にしたり、農具を改良したりしました。例えば、備中桑といって深くまで耕すことができるっていう桑を作ったり、千箱木という風に言って、もみ殻、稲のね、もみ殻を取るのを楽にする道具を作ったりしました。さらに、たくさん食べ物を作るために、肥料というのも改良しました。例えば、ホシカっていう風に読みますが、このホシカのカという字、イワシという風に読みますね。これイワシを干したやつ、これを肥料として畑に撒くわけですね。とか、油カス、これナタネという植物から油を絞るんですが、この絞った後のカスですね。それを畑に撒いて肥料として利用していたよ。そうしたら食料がたくさん取れるようになったんだ。というのが江戸時代のお話ですね。そうしたら、各地方各地方に特産物というものが生まれていきました。例えばこんな感じですね。ドンといろいろと出てますね。北海道だったら昆布やニシンとかね、っていうのが出ていたりしますね。こういう特産物を運ぶ必要が出てくるわけですけれども、運ぶために5つの大きな道が作られました。五街道というふうに言います。それぞれ、まあ、五街道というくらいだから5つあるわけですけれども、中山道、東海道、奥州道中、まあ、奥州街道というふうに言っても別にいいです。日光道中、もしくは日光街道、甲州道中、もしくは甲州街道という5つの大きな道が生まれました。
ですね。この5つの軒並み知しっかりと覚えなければいけませんよということで、覚える語呂合わせ作りましたよ。これ納豆ですね。これ納豆1個取ったらなんか1個角生えてるということで、はい、納豆。この人ね、おにこという名前ですね。はい、なが中山道ですね。とが東海道、おが奥州道中、にが日光道中、こが甲州道中ということで、納豆おにこ覚えておいてあげてくださいね。はい、そんな特産物を運ぶために道だけじゃなくって海の道も作られました。例えば北海道で昆布が取れたよという風になりましたら、船に乗せて運びます。その船、樽海鮮とか檜垣海鮮とかっていう風に言います。で、この船に乗せてどこに運ぶのかというと、大阪に運びます。この大阪に向かうルートを西回り航路というふうに言いますが、全国から一旦食べ物や特産物は全部大阪に一回集まります。で、大阪に一回集まってから他のものに積み替えて大都会である江戸に行くっていうふうになるわけ。この江戸に行く道を東回り航路というふうに言います。で、この西回り東回りしっかり覚えておいてくださいね。はい。で、その大阪、全国の特産物が集まるので、天下の台所という風に呼ばれました。台所ね、食べ物がたくさん集まる場所ですね。で、ドーンとこれが当時の大阪という風になります。真ん中に蔵がいっぱいドーンと並んでます。ここに船でいっぱい食べ物運んでくるという風になるわけですね。この蔵を蔵屋敷という風に呼んでおります。それに対して江戸は将軍のお膝元と呼ばれて大都会でした。どれほど大都会だったのかというと、当時の江戸の人口は120万人。です。同じ時期、例えば世界一の大都会と呼ばれたロンドン86万人、パリ54万人に対して江戸120万人ですかね。どれほど都会だったかっていうのがこれでわかります。そんな商品の製造から輸送から販売から全てを担ったのが士農工商でいうところの工商の町人という風になるわけですね。町人実際はものすごい働いてたという風になります。有名な越後屋の写真ですね。今、この越後屋、三越という名前で残っております。で、こういう人たちを中心に同業者組合、同じ仕事をしている人たちがね、協力をしたんだよという風になります。それを室町時代は座と呼んでましたが、江戸時代は株仲間という風に名前が変わります。はい、この時代元禄文化といって文化も栄えました。元禄文化というのは華美型の町人を中心とした文化です。これすごいことなのね。それまでは武士が中心だったり、貴族が中心だったりっていう風に政治とくっついてたんだけど、この元禄文化になって町人を中心とした文化になるので、一般庶民もね、文化を楽しめるようになったんだよという風になります。この時のこの華美型って何っていうと、大阪や京都のことを指します。はい。で、この中でまず有名なところ、浮世草子という小説が書かれました。この小説書いた人、伊原西鶴という人物ですね。さらに、人形浄瑠璃といって人形劇ですね、の台本を書く人、劇の台本を書く人が出てきました。これが近松門左衛門という人、人形浄瑠璃の写真出しました。はい。あとは、俳句で奥の細道という有名な俳句をね、残した人がおります。これ、松尾芭蕉という人ですね。全国をね、旅して回ったという人ですね。はい。他、絵画も見ていきましょうか。浮世絵というのが生まれてきましたよ。世界的にも有名ですね。この頃の浮世絵師、菱川師宣という人物ですね。有名な絵、見返り美人図というのをね、残した人物になります。さらに、装飾画という風に言いまして、屏風とかの絵を描いた人物ですね。俵屋宗達、ね、風神雷神図屏風というものだったり、尾形光琳、柿つばた屏風というものを描いたりしましたよ。という風になるわけ。この元禄文化をとても大事にしたのが、第五代将軍の徳川綱吉というこの犬を抱えているこの将軍ですね。この将軍、生き物をね、とても大事にしたので、生類憐れみの霊、っていうものを出しました。もう動物をね、虐待する人は死刑みたいなね、そういう厳しい命令でした。だけどこの中で、ある動物だけはちょっと保護されなかったっていうね、そんな動物がいたりもしますのでね、ぜひ調べてみてくださいね。はい。で、この人、文化を大事にしすぎてね、政治おろそかにしちゃって、貨幣価値を下げるとか、ちょっと悪い政治を行ってしまいました。そのせいで、激しい不景気になってしまったわけですね。この後、この不景気からね、どうやって脱出するのかっていう改革がいっぱい行われていくようになったんだよ、というふうになります。それはまた次回のお話。今日はここまで。以上、ご清聴どうも。